ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今さんじー、そうで大体ねはい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べるミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、ツイッターやチャットの方でどしどしメッセージをお待ちしてます。最後までお付き合いください。はい、アシスタントは宮崎愛理ちゃんです。お願いします。遠いところから今日はちょっといつもと違うね、はい、そうですね、並びがなんか新鮮ですね。ちょっと並びが目線がちょっと斜めで、あれですけどここはどこですか。今日 はラーメン屋さんですね。ラーメン屋さん、いい匂いがするんですよ。今日は四谷三丁目の大正そば10日に来ています。はい、ということで今日のゲストは店主の川瀬優也さんです。よろしくお願いします。店主ついに登場ですね。登場ですね。いろいろこう絡んできましたけどついにこの場にやってこれました。ね、嬉しい限り。お邪魔できました。もうね、なかなかね、なんかできないんですよ、この店。もう来てるんで、今、かなり。もう、ね、ありがとうございます。なんか看板ありましたね、外に、うん、1位になったっていう、ね、王様のブランチ、王様のブランチ、いいとこだからね、知らないうちに。そうなん、取っちゃいました。すごい、ね、取っちゃいましたね、かっこいいですねで、もともと10日は、もうついそこですよ。そうです。30秒ぐらいあるところで、つけ麺屋、今もやってますけどね。やってます。塩つけ麺10日ってやつをやっていて、ちょっと来てたぐらいの時に、やや来てたぐらい。ちょっと来てる時に会いまして、会いました。ラーメンの会合で、あ、これ俺も登場してるんで、10日の川瀬くんですよ、って。あ、どうも。行ったんですよ、初め。はい。普通のラーメン屋の兄ちゃんとして会ったの、初め。はい、おーとか言って、それになんかちょっと来てるじゃないですか、って話してたら、はい、なんと学校の後輩だったってことが、後で分かりまして。翌日にね。翌日。あれ川瀬くんって、当日とか言って、はい、とか言って。運命ですね。フェイスブック見てびっくりした、ね。そう、びっくりびっくり。あれとか言って。で、びっくりでした。だから全然違う。そう。運命、当日内のでもさ、なかなか当日からこう、ラーメン屋やりますなんていう。ないですね。やついないんで、ラーメンを食ってるやつ相当いたんですけど、僕も食ってる人ってそのまま食い続けるやつはだいぶいるんですけどね。ラーメンを始めたなんていう人はあんまりびっくりで。それでもうね、掃除船もみんな食べに来たりして、ね、盛り上がってますね。頑張ってます。はい、で、この店が去年4月30日、去年の4月30日に、はい、隊長ちょっと新しい店やるんですよ。いや、すごい。つけ麺なのなんですね。つけ麺ってもうタイなんですよとか言ってできたら、まあ、もちろん美味しかったです、初めから。したらもう、これですよ、これもうこの1年川瀬氏がいろんなところに出て、いろんなところに、ね、いろんなところにお邪魔させてもらいましたよ。ねえ、本当1年激動だったんじゃないですか。電話かかってきて、今どこにいるのって言われました、ね、うんうん、何県にいるの、何県にいるの今。もう日本全国ってことですか。そうです。そう、イベントもいっぱい、賞も取る、そうです、ね、カップラーメン出る、1年経ってないカップラーメン出る、そうですね、そんな感じですよね。他のお店の方からしたら、そうなんです、ね、そうなんです。ほんとすごいよ。すごい。もちろん美味しいんですけど、このタイに、今日はそれがテーマですから、タイ、タイ塩そば、あれですよ、国のタイじゃなくてお魚のタイですからね。なんでタイに目をつけたのかというところですよ、うん、そうですね、うん、そこを今日はちょっと聞きたいなと。わかりました。はい、どうなんですか、その辺は。そうですね、うん、うちはもともとつけ麺のお店で、うん、そのつけ麺のお店も塩専門店だったんです、うんうん、どうせ二つ目もやるなら塩専門店で攻めたいなと。そう、塩はもうあるから。そうなんです。塩だれは自信ある、うん、そうだ、うん、じゃあ何の食材を掛け合わそうって言って、うんうん、片っ端からいろんなのやったんですね。いろんなのやった。例えばじゃあ初めからタイじゃなかったんだ。そうです、そうです。初めはでも本当に向こうのが鶏のスープなんで、うんうん、じゃあ豚もいいだろう、ブランド牛なんかもいいんじゃない、うん、前沢牛使ってみたりとか山形牛使ってみたり、うんうん、それ以外にね、そのここ近年流行った鴨を使って、はいはい、はいはい、いろいろやった中でタイにたどり着いた。はい、その中の1個だったんだ。そう、初めからタイだってわけじゃなくて、そう、うちの塩だれに合うやつは何だろう、うん、でタイをやってみたんだ。で食べてみたら美味しいなと、うん、美味しいなと、こんなのあったんだと、うん、正直あんまりやってるところもそんなにない、ね、見たことないです。私はこれは面白いものできるんじゃないかって。これブラッシュアップ。そうです、うん、なるほどね。でもタイっていうと、まあ、イメージもあると思うけど、うん、高いとか
そうですね。やっぱ魚だから臭いんじゃねえかとか、うん、ね、まあ、いろいろあるじゃないですか、こう超えていくハードルが。そんなのどうなんですか、実際は。まあ、言える範囲でいいんですけど。そうですね、実際はある程度その大きな業者さんと、うん、まあ、しっかりとこう固定でお付き合いをさせていただいているので、うん、ある程度価格も抑えながら、うん、まあ、かつめちゃくちゃ新鮮なまま冷凍じゃなくて生で送ってもらってるんですよ、うん、毎日来てるの。毎日来てる、うん、毎日来てる。すごい。もうその骨がですね、来て中骨が来て匂い嗅ぐんですけど、うん、鼻つけても生臭くないんですよ。へー。その時点で OK なんだ。そうなので、あとはもうそれをじっくりと炊いてあげればほとんど生臭さが出ず、クリアな炊出しになります。でもどれぐらいの作用を仕入れるかとか、だからその取っとくことがあんまできないわけでしょ、うん、そうです。その辺はかなり難しいんじゃないですか。そうなんです。ただもう毎日もうある程度一定量でしっかりと使って、うん、ね、タイはどこで取れるお魚なんですか。タイはですね、うちのは愛媛の宇和島から。そうですよ、愛媛の直送で宇和島入れていただいてます。野球もそこそこ強いですよ。そうですね。結構当たりますけども。はい、じゃあここでモリッチさんが、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。東華のラーメン美味しくて大好きです。おで、締めの鯛茶漬けも美味しい。言われちゃいますね。ありがとうございます。それね、締めが鯛茶漬け、ね、ありがとうございます。でもすごい魅力的ですね、鯛茶漬け。鯛茶漬けなかなか食えないでラーメン。そうなんですよね。どこでもあんま食べれないものですよね、鯛茶漬けって。そうですね。なんかこうちょっと背筋が伸びる和食屋さんのですよね。ですよ。ちゃんとしますよね。ここは食券でそれが食えちゃう。そうでしょ。食券で鯛茶漬け出したところ初めてかもしれないですね。もしかしたら。鯛茶漬けみたいな。あの感覚は。そんなない。はい、ここで、伊賀ちんさん。はい、こんにちは。こんにちは。前に隊長と行きました。はい、連れてきましたよ。大正ラーメンからの、うん、鯛茶漬け最高です。最高です。ありがとうございます。最高。ありがとうございます。うん、ね、最高いただきました。鯛茶漬けもね、よく考えました。まあ結構原価かかってそうですけど、あっちに関しては、あっちに関しては正直結構いっちゃってます。鯛茶漬けってルーシーをかけるだけじゃないんだよ。ルーシーで、まあ、刺身乗ってますからね。そうです、見ました写真。うん、そうなんです。これは思い切りましたね。もうお刺身はやはりあのタイだけあっても高級魚の価格なので、うん、お刺身はお刺身でまた別個にこう入れてるわけ、うん、入れてますね、ってことだよね。おタイはタイでも違うんですね。そうなんですね、うん、は入れてるんですよ。すごい。でもそこでやっぱ高級感を出して、うん、まあ、ぶち上げた話、客単価も上がる、うん、カウンターでは割と回転もいい、うん、っていうところに目をつけた。そうですね。でも意外と他やってないですね。そうなんです。タイのラーメン出すところ結構その東海が来てるなと、うん、あの宇和島来てるなっつってタイ出してる店もちょっと増えましたけど、なんか鯛茶漬けまで、鯛茶漬けまではなかなかやんないですね。多分そこまでお金つぎ込めないじゃないですか。怖いかもしれない。ぶっちゃけ結構きついよな。ロス出たらやばいぞ。そうなんです、うん、どうでしたか、お客さんの反応。まず来てその鯛塩そば、まあ、美味しいものができるっつって出しましたけど、初めはね、みんなが好きかどうか分からないわけじゃないですか。そうです、そうです。豚骨ラーメンみたいな大ファンがいるもんじゃないから、初めはどうだったんですか。初めは正直だから、この考えてたことには自信があるけれども、うん、実際お客さんのリアクションどうなのか、定着するかなみたいな、物足りない感じに思われちゃうのかなみたいな不安は正直ありましたね。だってね、やっぱ鉄板でやっぱガッツリ系だ、お腹いっぱいにしたいとか、ね、うん、こってりしたのがっていうのがやっぱまあ主流っていうか、うね、勝ちパターンとしてはあれ、勝ちパターン。そことは真逆というかね、一番真逆のところ、もう住んで住んでも住んで住んでだから、そうですね。その辺はどうなんですか、結構。でも結果的には、うん、もうまずはもうこんなものを食べたことがない。うん、でましてお茶漬けなんて。うん、だからラーメン屋さんなのにっていう評価をたくさんいただくようになりました、うんうんうん、そうだね、うん、それはそうか。だから僕もそうだけど、東華のこの大正そばを食べに行こうってなるっていうね。そうなんです。ラーメンだけど何行こうかなじゃなくて、うん、っていうのはあるかもしれない。日頃あまりラーメン召し上がらない、うんうん、まあ、この界隈の方とかにすごく支持していただいて、うんうんうん、女性でも結構。そうです、そうです。いや、女子はこれは本当、女性とあと少しあのご年配の方ですね、うん、っていう方も持たれないしね。かなり来ていただいてます、うん、お酒飲んだ後もいいだろうし。そうなんですね。毎日食べれそうな気がしますね。そうなんです。
もうこれだったら締めても罪悪感がないって言うんだから罪悪感締める中では、中ではかなりいい方だろう。そう、ノンカロリーではないですよとはお伝えするんですけど、ありますよ、少ない方ではありますけど、油さんもちょっと入ってますけど、ちょっと入ってますよね、でもいいですよね、うまいですよね、美味しいです。汁まで全部飲んじゃいました、私から。本当ですか、ありがとうございます。おやまじないで食ってますね、はい、あ、そうでしたね、行きましたね、この格好して行きました。ライブハウスにラーメンを作る、ね、そんなのも初めてでしたね、衝撃的でした ね、 ね、いろんなことやりましたね、そうですよね、そうですかね、いいじゃないですか、でもね、なんかこう、向こうの店とは東華っていう名前があるから同じだけど、そうです、全然違います、もう中身は全然違いますから ね、 ね、同じ塩だれからスタートしてるから、ね、そう、だからもう結構常連様は交互に来てくださったりとかしてる、カネタッチちょっと今日はあっさり行きたいな、こっちと言ってたら、お出てきましたよ、大将様が、おー、すごい、大将様、ありがとうございます、次回受け取っちゃいます、すごい、あ、なんかいい香りも、これですよ、これ、はいはい、いい絵柄ですよね、これいい絵柄ですね、なんか透き通ってますよね、透き通ってるのがやっぱうちの自慢なので、うん、また写真撮っちゃうから、写真撮っちゃう、ぜひぜひ恒例のね、すごい、後でください、その写真、いいですね、これどうですか、盛り付け的にはバッチリですね、バッチリバッチリ、アリさん、食べたら、ちょっとまず、え、私先でいいんですか、いいですよ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 、レディーファーストレディーファーストです、やった、どうぞどうぞ、はい、チャットが入りました、はいはい、森内さんから、はい、東華さんのカップラーメンはまだ食べてないですって言います、はい、なかなかね、ぜひ、再現度高い、ぜひ、ただちょっと今、ね、販売しているところがほとんど今なくなってしまっていて、探しましょう、そうなんです、ね、ただ、嬉しいような残念なような話なんですけども、うんうんうん、今98円ぐらいで、うん、特価で100円ショップとか、うん、スーパーで並んでます、そうなんだ、そう、賞味期限が間もなく切れるそう、あ、なるほど、8月で切れるそう、食って食って食って、どんどん、どこで売ってんだろう、僕の家の近くのマイバスケットでこれ98円で売られてる、たたき売りされてるって食ってよ食ってよ、いいですか、どん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 、じゃあすいません、いただきます、いや、ね、この麺の並びがすごい美しいですね、そうなんです、もうそこにこだわってます、うんうん、いただきます、あ、これこれいいですか、使ってこれ、どうぞどうぞどうぞ、いただきます、いやいやいや、私食べれると思ってなかったからすごい嬉しい、飛ぶ鳥を落とす勢いですよ、いやいや、とんでもないです、とんでもないです、新たなワンジャンルとして、まあ、昔もね、タイラーメン出したとこちょこちょこありましたけどね、そうなんですね、今また、まあ、あの時はブームっていうとこまでいかなかったかもしれないけど、いただきます、そうですね、今ちょっと一つね、来そうですね、どうよ、おいしいですおいしい、おいしいですか、これは2杯ぐらい食べれそうです、2杯ぐらいけど、2杯いっちゃう、2杯いっちゃいますか、すごいね、おいしい、作るのぶっちゃけ難しいんですか、そうですね、ラーメン屋さんが、あ、じゃあうちのタイやってみようってなった時もまあまあかかると思います、結構難しい、結構難しい、何が一番大変なんですか、タイは、そのうまみ、臭みも出やすい、うん、この辺りのバランスなんですよ、バランス、あと正直あと魚って実はすごい濁りやすいんですよ、うんうんうん、白身魚、すぐ身が細かくなっちゃう、うんうん、透明にするのとこのバランスが結構バランスして、タレとスープのバランスってこと、そうです、そうです、そうなんだ、やっぱどっちかが強くなっちゃうとバランスね、そうなんですね、繊細ですからね、そうなんだ、美味しい、止まらないんですけど、食べなさい、どうぞどうぞ、もう本当に美味しいですね、もう美味しいと言えなくて、なんか食レポに向かないかもしれない、マリアさん初食レポ、食レポ初ですね、初だ、カメラの前で物を食べるのが突然食レポ振りだった、突然食レポ、比較的いつもやられてるのかと思ったら、そうなんです、いや普段ラーメン屋さんでは放送しないですよ ね、 ね、めっちゃ美味しい、これはもうすぐさま来た方がいいですね、来た方がいいですか、うん、来た方がいいです、ぜひよろしくお願いします、もうめっちゃ紹介します、宇和島はどんな町なんですか、僕宇和島はね、行ったことないんだけど、宇和島はですね、そのやっぱ水産のすごく町なんです、うんうんうん、で、すごい自然があって綺麗なとこなんですけど、結構人が多い、あ、そうなんですか、もう田舎町で、うんうん、こうイメージとしてはそのそういうお仕事されてるご高齢の方がちょっと多いような感じなのかと思ったんです、うん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 、やっぱり宇和島はもう生産高のタイ日本一です、うんうん、でブリも確か日本一だよね、そのぐらい活発な街で、うん、すごい元気な街です、あ、そう、
まあだから球児もいるぐらいだもんね。そうですね。で子供たちもいるんだ。そうです、そうです、多いですね。ファミリーもいっぱいいて、ちょうど3月ですよ、3月か、うん、1回また行ってきたんです、うんうんうん、すごい元気だったんですよね。そうなんだね。そういうところで食べよう、食べる食べる。そういうところで作った、美味しい、ね、めっちゃ美味しい。いいですね、いただきます。これ番組終わってから普通に頼んでる感じですか？うまいね、もちろんですよ。またなんかまろやかさが前より、美味しい、すごい美味しい。またちょっと買いましたね。あ、ちょこちょこ、ちょこちょこ変えてますね。グレードアップしていく感じですか？そうなんです、美味しいよね。美味しい。やっぱ他で代わりが効かない、やっぱここでしか食べれないと、ね、そうなんです。また店内だとあの炊いてるので店内も魚の匂いで充満するので、うんうん、その中で食べていただけるとより、ね、なんか入った時にふわってしたら、あ、やばい、もうお腹がぐるってなりそうな感じの。若い子が来ると、魚の匂いがするって言って入ってきてくれるんで、入り口から楽しんでもらってるなって、ちょっと嬉しい気持ちになるんですよね。味噌醤油になってる。そうなんですね。香ってるもんね。うん、これ塩ラーメンだよ。塩ラーメンなことを忘れるよね。そうですね。タイラーメン。もうそうです。もうタイをやっぱり生かすために、うん、まあ、作ってるところが、タイラーメン、今後、展望は、今後の展望は、そうですね、どうなっていきましょう。今後は、まあ、そうですね、この一つの形ができたんでね、うん、タイのラーメンももっとブラッシュアップしながら、うん、また全国でね、うん、今ラーメンイベントでも、ラーメンイベント反応どうなんですか？かなりいいです。かなりいい。そうですよね。北でも南でもどっちでも。そうですね。なんかいっぱい出てても、なんか際立ちそうですね。そうなんです。あれ食べたことない、うん、食べてみよう。初めて食った、うん、反応いい。そうなんです。あの、あんまりああいうのって、どれにしようかな、食べて、今度はこっちってなる、それが、あの、次の人がね、また来てくださって、もう一回食べて、僕がいなくなっちゃうなんてって来るわけね。もう一回食べたい、もう一回食べたいってなるんですね。思い出を作らせてくださったりとかが多くて、東京にまで来るよりかは、そこに足を運んだ方が近ければ。そうなんですよね。食べれる時に食べちゃおうみたいなのあるかもしれないですね。うん、それこそ地方で食べてくださったお客様が東京に来る際に寄ってくださったりとか、うん、嬉しいですね。あるんですよね。他にないっていうのがでかいね。これから、はい、チャットが来てます、ね。はい、はい、京子きょんつーさん。はい、こんにちは。こんにちは。カップラーメンも美味しかったから探してみよう。お、うん、ありがとうございます。まあ、その前バスケット行かないとです。ありがとうございますね。ですって、これからでも増えてくるかもしれないよ。そうですね、タイの店。いや、敵が増える。それはね、でもね、嬉しい。嬉しいな、ほんと。ちょっと王者の風格だね。いえいえ、すごい。私だったら、なんで真似されたとか思っちゃいそう。隠られるよ、だから。いえいえ、あれやっぱりだから、こう自分が考えたことを、あ、それいいなって思ってくれる、うん、他にもプロなのにそんな風に思ってくれるなんてって、うん、僕は思っちゃいますね。すごい、心が広い。いえいえ、そこにできちゃうかもしれないよ。目の前に結構攻めてきます。完全に戦おうとしてます。豚骨ラーメンだったらそうなるわけじゃん。 そうですよね、そこにできるわけじゃん、豚骨ラーメンが。豚骨戦争がありますからね。ねえ、そうなるかもしれない。かもしれない。タイなんてね、日本のこう誇るべき味だからね。でもあれなんだよ、外に出せないんじゃないかな、海外に、ね、そうかもしれないですね。逆に日本でしか味わえないと思う。そうかもしれない。海外のタイはどうなの。どうなんですかね。ただ海外の方はあのお肉を召し上がらない方とか結構、うんうん、うちあのスープが本当にタイと水しか入ってない。使ってないのね。あとは塩だれはあの鰹節とか煮干しで作ってるので、うん、肉を外しちゃうとそういう方が食べれる。食べれるんだ。という可能性はあるんだ。そうですね。海外の方が結構いらっしゃってる。そうなんだ。他の食べれないとかとなるともう必然的になりますよね。もうだからもう常連さんがいたり、うん、あ、まああの人は写真抜きだ。写真なしで。あ、もう、もう分かってる。っていうぐらい通ってくださる方とか。じゃあ本当にいろんな感じのお客さんが。そうなんです。グローバルなんですね。グローバルなんですけど。すごいですね。タイの寿司を食いに来るようなもんか。そうですね。まだまだ可能性がありそうだね。そうですね。頑張ります。頑張りましょうよ。一ファンとして応援してます。ありがとうございます。来週もやりますから。来週も来週は違うメニューやります。楽しみよ。はい、じゃあ一旦次のコーナーに行きたいと思いますが、まああの川瀬君にも関係する本です。はい、本のコーナー、今日の本はこちらです。白沢拓司さんの新刊ですごい塩。すごい塩、どういうことですか。塩についての本です。
今塩を日本人は取りすぎたから減塩しろ減塩しろとか塩とんなとか言ってやってるけど、あんまり塩とんなすぎるともう逆に健康に非常にはよろしくないと。あの体には塩が必ず必要なものだからっていう中で、どういう塩をじゃあただ単に塩を減らすんじゃなくて、どういう塩を取れば健康に良くてっていうところまでまとめてる本なんですね。必殺になってるわけですね、塩で。そうそう、だから自分で今買ってる塩がいいのか悪いのかみたいな、いわゆる食塩として売っているものは大丈夫なのかとかね、そういったものをまとめている本なんですけどもね、川瀬くんも塩こだわってますからね。相当研究してますね、今でもやってます。どうなんですか塩、今結構ラーメン屋さんでも切ってますよね、塩の切ってます、なんか研究というか。そうですね、どうやってやるんですか研究って。それこそ生産者の方に会う、あと成分について理解する、まあ、実際に使ってみるっていうところですね。やっぱ違いますかそれぞれ。違いますね。そうなんですね。違うんですよこれが。全然わかんないですよこういう一般の人は。いわゆる食塩として言っているものとかもう使わない、うん、そうですね、うちでは使ってはないですね、うん、やっぱ塩角が立ちすぎるって感じなんですか。少しだったら立ちすぎるんですよね、うん、ただ逆を返せば、うん、繊細なものじゃなく濃厚なものとかですと、あえて強い塩の方がつける方がしっかりと輪郭が出るので美味しいものできたりするので、何が正しいとかはないんですけど、まあ、それに合った使い方があるかなというところだと思います。どうですか最近注目してる塩。注目してる塩はですね、やはり沖縄の、あのムチマース。そうですね、来てますもんね。ムチマースがすごいです。知らないです。ムチマースどうなんか研究というか見てきたでしょ。それ見てきた。いろいろどうだったんですか。僕も売ってるムチマースしか分かんないから見てきました。どうでしたか、まあ、そもそも特徴としては、まあ、その世界で一番、あのミネラル分の含有量が多いですよ。ミネラル分ね。そう、しかもこう熱処理を加えずにパウダーにしてる、どこにってやるの。海水を霧吹きのように細かく飛ばすんです。でそこに40度ぐらいの風を当てるんですよ、だからちょっとこうそよ風でさーっとこう下に粒子になって落ちてくる。そうするとそうすると大切な大切なミネラルが、失われない、酸化しないんです。へー、ガーンってやっちゃったら酸化しちゃうんだ。その違う物質になっちゃう、僕らの体に取り込めない物質になってしまう。それが体に良くない。そう、へー、面白いですね。そう、見に行ったんです。見に行ってわざわざ1時間半ぐらいの、勉強会をムチマースの社長様に直々にしていただきまして。素敵。そう、ああそういうことなのか。面白いですね。なんかちょっと面白いです。勉強になりました。そういう塩だったら取ってる方が逆にいいっていう、ね、そうですそうです。ミネラルが取れる、そういう塩を選ぼうと。そういうことですね。まあ、こういうそういうことが書いてあるんだけど、ね、これも読んでみてください。まず自分が使ってる塩が大丈夫かどうかということです やっぱ塩必要だから。まあね、歴史的にもね、漬物だとか干しだとかね、そういう塩がまあ必要だっていうとこから来てるわけでしょ。そうです ね、まあ、あのラーメン屋はそのカロリーももちろんですけど、塩分でかなり叩かれるじゃないですか。そうなんですよね。全部こうスープいっちゃうと塩分だと、その辺に対する考え方ってのはありますか。あります、あります。そこはやっぱりそう、まあ、ミネラルがしっかり入ってることによって、まあ、その取りすぎたとしても塩分もやっぱりこう排出ができるようになる、そういう働きをしてくれるのが塩の中に含まれるミネラルです。だからそういったそのミネラル分の多いですね、あの塩を積極的に取ってもらえるようにすれば、ラーメンは若干他の食べ物より塩分濃度が高くて、お客さんにとって結局健康にいいものになってる、いい塩を使ってれば。じゃあ何グラムっていうだけじゃなくてってこと。そうなんですね。イメージ変わりますよ、ラーメンに対しても。そうなんです、そうなんです。なんかちょっとね、スープまで飲んじゃダメだみたいなイメージになるじゃないですか、やっぱり塩分だと思って。逆にアイさんも家の塩見てください。いやもう本当どうしようもない塩使ってるかもしれないです。それでもちょっと作ってる方にね、失礼かも。いやどこの使ってるか言ってないから。いや、どこで買ったかも分かんないぐらいのなんかあるじゃないですか。知らないやつ。知らないやつ。いつ買ったかなっていう感じ。そうです、そうです。もうなくならないじゃないですか、あれ一回は。なくならないね。ちょっと研究してみますよ。いやいや、ラーメン屋さん頑張ってます、やっぱ。そんなところまでこだわってるだなんて。日々勉強ですね。ただラーメン作ってるだけじゃないってことだよ。
それはでも普通の人は知らないですね。そうですね。そんなに一生懸命塩までこだわってるだなんてちょっと思ってみなかったかもしれないですね。いや、大変だからね、それでも言えない。2000円も取れない。そうですね。いや、俺こんな頑張ってるから、はい、2000円とか全員に説明できないじゃないですか。そうですね。大変だよな。いや、まあ面白いですからね。面白いね。だからみんなそういう頑張る人たちが多いから。そうなんですね。みんな大好きなんですよね、ラーメンがね。そうなんです。まあ、そうじゃなきゃ頑張れないんですかね。そうですね。なんだよな、頑張ってほしいよ、本当に、ね、でも食べる人が多ければ多いほど頑張れるわけです。そうですね。ね、広めていきましょう、はい、もうちょっとは仕入れの量を増やせるよ、さらに、もっとお客さん増えてほしいですね。もういいか、はい、増えなくて。いえいえいえ、まだまだたくさんの方にね。めっちゃ並んでるからね。めっちゃ並んでた。召し上がっていただけるように。本当だね。ちょっとだけ店も広くなったけどね。そうです。千枚店ばっかりやってるからね。 あれはすごかったね。あれは今でもありますね。あるけど人通れないから後ろ。あ、そうなんですか。ここの間が、そうそう、ここがもうこんなのすごい良い勢いですね。これ背もたれが扉なんですよね。出たり入ったりしないで、こうなんかもうね。へえ、すごい。出たり入ったりしなきゃいけないね。ということで、はい、来週も楽しみ。はい、はい、よろしくお願いします。生歌いきますよ。生歌お願いします。生歌のコーナー。はい、今日は川瀬さんのリクエストですね。リクエストしちゃいましたね。歌うんですか。恋のジャックナイフ、ね、若いですね、やっぱり。若いですか。うん、多少多少。俺は結構これ、俺ですよ。あの愛の言葉のオープニングじゃないですか。そうですよね。そうなんでしたっけ、ね、海の家で聞いた感じですか。じゃあ海の家で聞いた感じですか。どうでしたっけね。あ、意外と知られる知ってる人少なかったりするかもしれないですね。ね、これですか。そうなんですかね。私なんか知ってましたけど。本当ですか。はい、あのなんならカラオケ歌ったりすると、えみたいな感じ。あ、知らないかも。じゃあやってみましょう。はい、お願いします。今日はこれですね。iPad のキーボード。はい、iPad。すごい。iPad キーボード。ちょっとシンセサイズ音出なかったんでここだと。はい。はい。パラパッパッパからいきますかね、頭ね。はい。パラパッパから。じゃあいきましょう。はい。1, 2, 3, 4.
か一つのが金曜の生放送そうですね、はい、明物橋駅から、はい、外苑東通りに向かってですね、坂がちょうどある、うん、その坂を登ってきていただくと約徒歩 2,3 分で右手に見えてきますので、はい、ぜひお越しください。はい、お越しください。はい、アリさん告知ありますか？はい、6月22日の水曜日に大塚ハーツというところでバンドのライブがありますので、よかったら見に来てください。はい、深井でカフェのお知らせです。あさって6月18日土曜日、下北沢のミュージックアイランドでワンマンライブあります。7月は4月14日の木曜日に渋谷のテラプレーンでワンマンライブありますので、ぜひ遊びに来てください。はい。お願いします。はい、ということで、来週もトークからお送りします。はい、来週も。来週は夏の新メニューです。これですよ、夏ですから。先取りですか、夏。ねえ、夏先取りしちゃいます。来週も楽しみに。楽しみ。はい、ぜひね、また、タイの話ですけど、来週。はい。新たなタイの使い方の中で、パーフェクトに聞いていきたいと思います。はい。はい、ということで今日は、大正そばトークからお送りしましたけど、ゲストは店主の川瀬優也くんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。アシスタントは宮崎愛理ちゃんでした。ありがとうございます。私が知りたい人でお送りしました。ではまた来週。バイバーイ。バイバーイ。